博物館明治村は日本の近代化に力を尽くした人々の精神と努力の結晶を建築物という形で表しています。こちらが開村したのは昭和40年3月18日で、開村当時の移築建造物はたった15棟でした。現在では建造物は67棟に達し、博物館の敷地も2倍近くになり、東京ドーム約24個分に広がっています。今回私たちは明治の懐かしいグルメとともに博物館明治村の魅力をレポートします。